日清棒ホールディングス株式会社は東京都中央区日本橋人形町に本社を構える日本の持ち株会社。略称は日清棒。企業理念は企業後期、姿勢一貫、未来競争。キャッチフレーズは繊維からメカトロニクスまでロマンチックインダストリー、いいもの、ずっとひらめきが止まらない地球の相棒、今必要な会社。不要グループ。 旧商号は日清宝石株式会社。2009年4月1日に主要事業を会社分割し、商号変更並びに持ち株会社へ移行した。日清宝グループはエレクトロニクス事業、ブレーキ事業、精密機器事業、化学品事業、繊維事業の5分野の事業領域を形成している。事業の創業は面宝石であるが、現在は日本無線グループの無線。 通信技術製品を中心としたエレクトロニクス事業及び世界トップのシェアを誇る自動車用ブレーキ摩擦材事業が収益源となっている燃料電池セパレータや触媒の開発も進めている2000年代中盤以降豊富な資産をもとに M&A による事業再編及び企業規模の拡大を進めている2004年にアパレルメーカーの長屋の買収を皮切りに 2005年は新日本無線を TOB で買収。2010年12月には日本無線を古会社化した。これらの結果、エレクトロニクス事業が繊維事業を抜いて最大事業セグメントとなった。2011年11月、ルクセンブルクの大手ブレーキ摩擦材メーカーの TMD フリクショングループ SA を買収し、 世界トップシェアの自動車用ブレーキ摩擦材メーカーとなった。2015年には Y シャツ SAP 最大手の東京シャツを呼び、プラスチック射出成型大手の南部化成を買収した。2007年2月、スティールパートナーズが日清房の発行株式のうち5.04%の株式を取得したが、その午前株式を売却した。吉田茂元首相。 ネズ財閥総帥のネズ海一郎、日清製粉創始者の正田定一郎と、信仰深かった宮島聖二郎と池田隼人内閣時に、小林中、水野茂雄、長野茂雄と共に、財界四天皇と言われ、政界にも絶大な影響力を持った桜田武史という名経営者を輩出した。日清を関する企業のうち、日清製粉グループ本社とは、同じネズ財閥系企業で、 相互出資をする関係だが、日清食品、日清お医療グループ、日清医療食品とは一切関係はない。東海道新幹線グリーン車で配布されるコットン製、おしぼりは日清棒の製品が長年にわたって使用されている。導入時は奥村刑事のコットン製品に対する熱烈な営業による。安倍神戸宮島聖二郎は塩遊平桜田武氏、六甲達。 山本慶志郎中瀬、秀夫田辺達夫もちづき秋広、佐定一岩下俊氏、宇沢、清せ河田正也村上正弘現在かこかつての所属プロ。ありがとうございます。